世話人の独りごと今回は「現在価値」です英語で「現在」は「プレゼント」です「価値」は「バリュー」です略して「PV」と記載されることがよくあります「現在価値」という以上は「将来価値」もあるはずその通りです将来価値と「現在価値」は「 ペアなんですこれは価値を測ることができる天秤ばかりだと考えてください。現在価値と将来価値の関係は同じ金額だと将来は価値が減っているという考え方があります。言い換えればお金は本来利息がつくことで将来には増えるものだということです。 銀行にお金を預けておくと元金に利息がついて少し増えますよね。これが現在価値と将来価値の意味です。現在の価値は将来利息分が増えた金額と同じ価値だということです。皆さんの事業は銀行に預けて得られる利息よりも多い収益率ですよね。仮にあなたは 元金を元に年に10%の利益を上げる事業をしていたとしましょう。ある時、支払いが1年後になる仕事を受け負いました。この場合10、10%割増しで契約できれば、現在価値と1年後の将来価値とが一致することになります。100万円の仕事なら、1年後に110万円の支払いをしていただくわけです。ところが、1年後の支払い金額が、 100万円なのだと言われたとすると、現在の作業を10%割引しなくては、バランスが取れないことになります。1年後の将来価値が100万円であるように、現在価値を計算して、その金額に応じた仕事をすることになります。すなわち、100万円を1.01で割った金額。約90万9000円の仕事をすることになります。 このように仕事をするタイミングと入金のタイミングがずれる場合には現在価値の計算が必要な場合があるでしょう。これが仕事の取引ではなく金融や投資となるとさらに長期の話になることがあります。同じように100万円を年利10%で5年間投資すると考えるとどうなるでしょう。複利計算ですから計算式は100万円かける 1>, 1プラス0.1の5乗になります。結果、100万円の投資は5年後にはおおよそ161万円になることがわかります。すなわち、この投資では将来価値、161万円の現在価値が100万円であることになります。それを公式にすると、現在価値に1プラス年利の年数上したものが将来価値になります。 ところが、投資先からは、5年後の償還は、150万円で決まっているとの連絡がありました。5年後の、将来価値。150万円は、現在価値としてはいくらになるのか、計算してみる必要がありそうです。1年後の、将来価値が150万円になるように、現在価値を計算するには、150万円を1プラス0.1の5乗で割った金額。 約93万円になることがわかります。すなわち、93万円を年利10%で5年間投資することを意味しています。それを公式にすると、将来価値お1プラス年利の年数上で割ったものが、現在価値になります。将来価値から現在価値を求める場合、年利を割引率と呼びます。さて、あなたは、果たして、 この投資をするべきなのでしょうかそれとも、諦めるべきなのでしょうかそもそも、年利が10%でなくても、少なくとも8%以上なら、投資しても良いと考えていたとしましょう。すると、将来価値は、100万円 ×1.08 の5乗約147万円です。償還額は150万円ですから、8%年利の147万円よりも、 3万円ほど多い将来価値であることがわかります結果あなたは投資することを決断できるでしょうお金の価値が時間で変わること事業家はこのことを敏感に捉えることが大切です事業では売上げの回収は早く仕入れの支払いは遅くの工夫が必要なのも現在価値の計算からすると理にかなっているといえますね 皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてくださいまた関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください